ホテル、ビクトリアホテルビクトリアホテルビクトリアは、1877年に、パーラン・スティーブンスが、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタンに建てたホテル。27丁目と28丁目、ブロードウェイ、五番街で囲まれたブロック全体を占めており、ブロードウェイと五番街という二本の目抜き通りの、両方に面して、入り口を設けていた、市内でも唯一のホテルであった。 このホテルはアメリカンホテルビクトリアカンパニーが所有していた。社長はジョージ・ダブリュース・ウィーニー。支配人はアンガス・ゴードンであった。1911年には25万ドルをかけて改築、改装が施された。部屋の種類にはバスなし、バス付き、スイートがあり、宿泊料は1日1ドル50セントから6ドルであった。収容人員は500人であった。 このホテルは1914年2月26日に廃業した。備品類は最終日に競売にかけられた。建物を解体した跡地にはオフィスとロフトからなる建物が建設された。この記事には現在パブリックドメインとなったインターナショナルロータリー S. ザ・ロタリアンからの記述が含まれています。この記事には現在パブリックドメインとなった JMO コーナーカンパニー S アメリカンクロークスーツレビューからの記述が含まれています。ありがとうございます。